幸せになってね、私祈ってます。はい、私祈ってます。前回に続いてですね、占いをテーマに、小田島さよさんをお迎えしてですね、前回は、映画のことを占っていただきまして、撮影中の事故で死ぬという大丈夫です最悪な結果ということではなかった。ね、そうです、大丈夫です。早くも良かったっていうふうに、ね、うまく進む、うまくまとめたうまく進む、大丈夫ということ。具体的なことの方がいい感じなんでしょうか、悩みというか。そうですね、多分ふんわりだとやっぱりふんわり帰ってきちゃう感じなので、じゃあですね、今回はちょっと考えてることなんですけれども、古道具屋を、ちょっと古物商の免許を取って、はいはい、ついこの間もですね、ちょっと古物商の方々のその競り市といいますか、それにちょっと行ってきたんですけど、はい、あれはまあ古物商の免許持ってなくても、お金を払ってその空気を見てきたりして、あ、面白いなこれはと思って、こう第二の人生は、古物商でこう細々と生きていこうかなと思ったりして、実はですね、ちょっと店舗を借りて、はい、その店舗も実はちょっと絞っていて、ボロボロのところがありましてですね、ちょっと副業ではないんですけれども、まあそんなに具体的ではないんですが、ちょっと夢として、夢の一つとして、古道具を今始めたらどうなっていくんだろうかと、ちょっと物もすごく多くて、その物置にしているところがちょっと壊されてしまうというのもあって、それでちょっと一つ借りなければいけないコンテナとかもあるんです。では実際こう、もうお店をやっちゃおうかみたいなところが、そんな発想もあったりするんですが、はい、このご時世でお店をやるそういうのをやったらどうなるかというのを、はい、これをちょっと占っていただこうかと思いますけれども、じゃあこの時間で、あ、違う時間にしてみようか、こっちに。じゃあ、はい、はい、じゃあまたこのカードは、これはきっとこれ後でなんて言うんでしょう、1枚2枚引きみたいな感じでやってみましょうか。結構端的にというか、ちょっと抽象的な感じなメッセージというかが出るので、なるほど、必要なメッセージみたいな感じで、あ、どうしましょうか。じゃあこれで、はい、じゃあさっきみたいに、あ、そうですね、バラバラしてしゃっともっとこう、はい、さっきふわふわやってたんですけど、はい、あ、もう全然ガシャーっても大丈夫です。全然もうあと一流ぐらいでも大丈夫です。でも大丈夫です。はい、もう魂の叫び的な、なんかそんなんでもガガガガガっていう、あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、はい、じゃあまとめて、前回よりも激しくやめろと言われても今では遅すぎた。秀樹というか、あ、そうです、すいません、聞いちゃいました、すいません、すいません、では、はい、ちょっとさ、激しくやってみたというところでまとめて、はい、いただいて、あ、ちょっとこう掛け物が、あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、これは前回のタロットよりちょっと小さめですね。ちょっと軽いタッチの、そうですね、軽い材質のですけど、ね、前回のタロットより古い感じですか。これは古いものの復刻版みたいな感じの、シリーズというか、ちょっと色とか塗りっていうんですかね、が浅いというか、そう、切るのも激しくて、激しく、
大丈夫ですか。ここやろうとすると、あ、飛んだ。ちなみに何が、何が飛んだ。あ、ふわっと飛んだの。結構、これは一生懸命頑張って結構きついよ。あ、本当だ。重い。という感じですね。では、何かメッセージがあるかもしれない。ちょっとたまにこういう心境の時あるんですが、細々したものをすごく溜め込んじゃって。溜め込んでるわっていう。はい。これ、僕のようですね。なんかすいません。なんか自分の分身みたいな感じ。あ、でもね、その時のメッセージとかも、本当、ジャンプカードはあるたりするので。はい。はい。かよりちょっと魂を込めてみましたけど、こちらとこちらどっちがお願いしましょう。じゃあこっちで、じゃあ、はい、じゃあ、あ、コンコンコンと、あ、はい、2回とか3回とか大丈夫です。お好きな方も、はい、じゃあ古物商品です。あ、とりあえず1枚目が出るみたいな。あ、ちょっとこう地合いの深い感じの人が、はい、あ、すごい、なんか気になる人が一人いますね。どうでしょう。あ、そこの この方、あ、この方、あ、でも大丈夫です。あ、これ、うん、見せ、今この方見せてもらって、ちょっとこのちょっと僕に似た感じの話がなだれている感じ、話があって、でも、あの、これはここはこぼれてるけどまだ2つ残ってるから、下を悲しがりすぎてるかもしれないっていうことも意味があります。なるほど、うん、あ、目の前に現実以上に悲しんじゃってみたいな、まだでも救いはあるじゃないかみたいな、うん、まだ2杯残ってるよみたいな、あ、します。もうこれで終わりじゃないよみたいな。このウロハイ払った時よく電柱に話してるそのポーズにちょっと似てる感じ、はい、そうですね。古物商、そうです。お金の面で、そのなんて言うんでしょう、ちょっとね、ちょっと失礼なあれになっちゃうかもしれないんですけどちょっとあの心配されているのかもしれないんで、はい、もうそれしかないですからね。ちょっと今そのね、借りたりだったりとかって、うん、まあ大きいお金、最初の、うん、をちょっと気にされているかもしれないんですけど、でもまあ基本的に多分もうなんて言うんでしょう、流れに任せようみたいな気持ちで、うん、あのいい意味で、あの投げやりじゃなくて、うん、まあいろいろ考えてもね、なるようになるさみたいな、あのフラットな感じの気持ちでいらっしゃるっていうのが、うん、あの鍵、はい、あのこのカードの中でそのお金を心配してるというのはどれが一番物語っていう、はい、全然これがお金のペンディングだから全部逆だから悪いっていう、これはそうですね、コツコツの星印がお金のおとか、まあ経済的なことだとか、その1枚目に出たのはこのお金を意味するものをこう一人で、これ何を、どういう心境なんでしょうか。これあの結構あの堅実的なあのお母さんだったりとか、まあいろんな意味あるんですけど、結構お金をあの大事にというか、あんまりこう、なんて言うんでしょう、商売とか冒険とか、うん、そういうのしなくて、結構こう、守ってる、良妻賢母みたいな感じなんですけど、それが逆に出てたので、であとちょっと心配してるみたいな時に出たりするので、うん、なんか、逆に出たということは、そうじゃないという。っていう、いろんな意味あるんですけど、うん、あの、そうなこと、そうですね、あの、うん、そうじゃないとか、あとちょっとネガティブよりとか、うん、ネガティブ、やっぱりネガティブにちょっと考えて来社の場合ネガティブは共通してますね。特にちょっとお金のカード、お金というかね、あのペンタクルのカードが逆なので、ちょっとあと、まあ、出てるこの3つとも逆ということになると、うん、まあ、逆の意味になっちゃうたりとか、あとちょっとその、うん、やっぱりあと大丈夫かなっていうふうにちょっと心配されてるとか、でも大丈夫だと思うんですよね。で、でも古物商って多分すごく合ってらっしゃると思うし、昔やっぱりやりたかったとか、あ、昔からやりたかった
そうですね、もう長年、ひょっとしたらすごい一番、僕の人生でこうそれをやれば、それ一番楽しい。あ、でも本当にそうだと思います。はい、向いているというかですね、はい、一番好きなことに没頭できるんじゃないかっていうのは、と思っていて。はい、なのであの、ちょっとこの、そうですよね、あのまあ、ゆっくりのスパンで考えてらっしゃると思うので、急にどうのこうのっていうあのことよりかは、もう少しやっぱり時間はかかるとは思うんですけど、やられた方がやっぱり本当にいいんだと思います。心がこう、ね、ほっとするというか、やっぱり昔から思ってらしたことなんだろうなと、ここでも分かる。いい絵ですね。あ、お子さん、あ、兄弟、お兄さんと妹っていうふうに言われてるんですけど、まあいろいろ諸説あるんですが、うん、あ、古物商と、はい、夜はちょっと飲み屋に、二毛作に、飲めるし、そうですね、ちょっとこう皆さんの心の拠り所にみたいな感じですかね。そうですね、じゃあ。決してじゃあ悪くない、あのいい、すごくいいと思います。ただ本当になんかあのあとあのできるのかなっていうふうに思いつつも、でも大丈夫だろうっていうお気持ちと両方ある気がするんですよね、ジムさんとか。なのでもう大丈夫大丈夫って任せるよっていう感じで、カードからその場所は中野じゃなくて、はい、飽きるの死にした方がいいとか、エリア的な、エリア的な問題、そうですね。もうちょっとこう、ちょっと離れた方がいいかもしれないです。中野だと本当近、今ちょっと目星をつけてないと、はい、すごい近所なんですけど。はい、はい。近所かどうかで、見た中で見ますか、それとも。ああ。また、あの、引き直しとか、されますか。あ、それか、それで。それでじゃあちょっと。うん、動物のカードで、はいはい、それを引いたらちょっと場所のヒントがあるかもしれない、出ないかもしれないですし、どうしましょう。じゃあこれもじゃあババッと、昔あの全日本プロレスの大熊本氏とグレートコリーの極道コンのタイツがこれはこういう感じ、はい80s な感じのね、ですか。ラズマンという日があるね。ラズマン、はい、はい、あの、はい、私はあもう同世代、あ、ラズマンも分かる、全然分かります。プロレス漫画とかになりましたよね。プロレス漫画ありましたよね。何をプロレス漫画、プロレススーパースター列伝とかね。ちょっと読んだ記憶があります。あ、お兄様とかいらっしゃる。おじさんがなんかマガジンとかいっぱいあったんですけど、全部ありましたね、チャンピオンとか。私のボッチャーとかで完結しました。男はあの世界はハードになと思いました。梶原一騎系のですね。なるほど。じゃあその中、広げていただいて、じゃあやっと1枚選んでいただけますか。すみません。このくらい、はい、あの全然気になる、はい、はい、さ、何でしょうか。あ、ビーバーです。ビーバーが出ました。これビーバーは場所はあのあれなんですけど、意味としてはですね、あの整理整頓しろじゃないですけれどもビーバー、まあ、川にダムを作るじゃないですか。で、まあ、木を集めてダムを作るんですけど、あのビーバー賢いので、あの川を全部せき止めないでちょっとずつ開けておく。そうすると中のそのダムの水がよどまないって、いつもきれいでいるっていう、こう古道具屋さん、ちょっと理念に合ってる気が、はい、そうですね、あんまりこう雑然としすぎてる古道具屋さんってちょっと、はい、あまりにも雑然としてると行きづらくなっちゃうんです。客としてはそうですよね、見やすさだったりとか、あとそのそれこそ今でいう断捨離みたいな意味合いもあるので、まあ
で皆さんが断捨離したものを純さんのお店に持っていって、うん、でまた循環、うん、どなたかの手に渡るとかっていう、そういうちょっとビーバーに通じますね。あ、これはちょっとなんかある気がします。します。なので場所ちょっと水辺ですかね。ビバリーヒルズ。高田美優のラジオ、ビバリーヒルズ。すごいぞ、前。AM ラジオ、AM ラジオ。日本のビバリーヒルズ。チバリーヒルズって言われますよ。あと、川辺とか、どう川辺とか。中野に今の幼少時があるんですけど、いつもすっごい低い水位なのに、あの、大雨が降ると途端にこう暴れ出すという、ちょっとこう、怖いところがないと。あと、もう一回そしたら、じゃあちょっと場所のヒントみたいな。場所のヒントみたいな。動物かわいいですね。そうですね、あの、本当に。北米の虫とかも。虫もあれとか、虫はちょっと虫が出たらちょっとゴキブリもあるんです。あ、ゴキブリないです。大丈夫です。この部屋にはめちゃくちゃいるんですけど、もう一昨日暖かい日にすぐ出てくるんですね。わかりやすい、わかりやすいですね。では、はい、じゃん。あ、イーグル。イーグル、場所高いところ、場所で言ったら高いところで、すごく、でも、うん、そうですね、場所という丘の上、ちょっと現実的ではない感じ。まあ、すごくスピリチュアル、まあ全部スピリチュアルな、あの、動物というかなんですけど、すごく一番目なんですよね、このカード、ベースカードの、うん、で、すごくいいカードですけど。イーグル、イーグル、まあ、あの、ビート社長とです、あの、高橋ユニオンズというバラエティチームを、まあ、追って、昭和20年代に、はい、そのオーナーがイーグルスという、戦前イーグルスという野球チームのオーナーで、はい、その高橋オーナーの銅像は、恵比寿に、はい、あるということで、じゃあ、恵比寿に、あ、恵比寿、そうです。どんなつなげか。でも、恵比寿。恵比寿はちょっとでも高い。ちょっと家賃がちょっとお高いかもしれないですけど、ちょっと敷居が高いというか、でもいろんな方が、ね、うん、こう行き交う感じだったりする。でも高い、ちょっとなんかいいカードがちょっと、そうです、たくましい、勇ましいイーグルが出たって、はいはいはい、大丈夫、いろいろ、あ、ラビット、ラビット、サギ、サギちゃん、猫が好きなんですよね。あ、猫は、大山猫っていう。あ、山猫なんですか。こういう、これ、動物カードいいですね。最後、締めが、最後、ほっこりする。あ、よかったです。あ、占いの世界、面白かったです。いや、非常に、あの、これ、ほっこりした感じならいいんですけど、はい、怖いですね、ね。テレビで出会った、はい、おばさんだけはちょっと引っ張ってあげてください。はい、ありがとうございます。すごく楽しかった。はい、ありがとうございました。最後、はい、何か、あの、はい、好きな歌は、好きな歌、はい、パッと、どういう歌はお好きですか。あ、好きです。はい。でも、中3歌っていただくんだったら、やっぱり、歌謡とかが好きですね。でも、せっかくですから。何かありますか。え、ムード歌謡。ムード歌謡じゃなくなっても、全然でも、じゃあなんかイメージした、あのカクテルのあれみたいな、イメージした歌を、思いついた歌をジョーさんとかって無茶ぶりしていく。さよさん、さようなら、さようなら、元気でいてね、好きになった人。ありがとうございます。ありがとうございます。好きになった人、非常に、あの、好感を持たせていただきます。
ございます。人妻でいらっしゃる、はい、ということで、はい、今日は、ビート社長のワイフからの紹介でイラストレーターで占い師の田島さよさんにお越しいただきました。阿佐ヶ谷区民センターからお届けいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。